平壌市内の一外線門は、朝鮮民主主義人民共和国平壌市ボタン、ミネ区域にある外線門で、高さは60メートルあり、世界最大である。平壌のランドマークとなっている。この外線門は、近日生の生誕70周年を記念して、1982年4月15日に、ボタンミネ西川の外線門広場に建てられた。 パリのエトワール外線門をモデルとしながらも、エトワール外線門より10メートル高くなるように作られている。高さは60メートル、正面幅52.5メートル、側面幅36.2メートル、アーチ門の高さ27メートル、アーチ門の幅18.6メートルと世界で一番大きい外線門で1500個の花崗岩で作られている。近日生が、 日本から朝鮮を解放したとされることを記念して建てられたものだが、ロシアの北朝鮮研究者、ヒョードル・テルティツキーは、実際に起こらなかった事態を記念して作られた建物としては、世界最大級かもしれないと語っている。4本の花崗岩の枝の柱の上には、金日成が祖国回復を志し、平壌を後にした年である1925年と、 金日成が平壌に凱旋した1945年を示した浮き彫りがある。また、その東側と西側の壁面は白桃山の浮き彫りがあり、南側と北側の壁面には金日成将軍の歌や革命を賛美する歌の歌詞が彫刻されている。凱旋門内部は何十もの部屋、手すり、展望台、及びエレベーターがある。凱旋門広場は、 南西方向のボタンミネ通り、北方向の外線通り、南方向の七星門通りと、東方向の近日清競技場連絡道路が交差するロータリー交差点である。この内外線門を潜るのは南北方向の通りのみであり、ここを境に北は外線通り、南は七星門通りと名前を変える。また、無機乗電車の路線上でもあるが、こちらも潜らない。 交差点南東角には地下鉄外線駅の駅舎がある。ありがとうございます。